さあやっていきましょう。スパロボじアルファ実況パート7でございます。今めちゃくちゃ眠いです。眠い中やってます。眠い中やるなよって思うんだけど、やっちゃう。ついやっちゃうんだ。スパロボってそういうとこあるよね。なんかやめられないっていうかさ、やめたくないっていうか、そういうとこあるよな。いいこととは思わん。なんか、やりたくなっちゃう。どんどんなんかこう、やりたくなるんですね、スパロボはね。で、この次をちょっと知ってる。何を知ってるかっていう、次が、地球マップに入ってるっていうことを俺は知っている。知ってしまっている。なのでこの二重連装ミサイルランチャーやら、ヒュッケバインはあげないな。コアブースターはのミサイルバンランチャーやらをあげてしまうってことになるか。ミサイルランチャーをあげるのちょっとどうかなって気がするな。どうかなって気がするな。知ることはないな、正直。今の百式、まあこんなもんだな。強化パーツがあるわけでなし。リピアキットか。よし、次行こう。ニューガンダム。ニューガンダムのニューの字ってどう書けばいいのかよくわからん。極東支部基地が視界に入りました。岡長官の連絡を取れたか。それが強力な通信妨害のために、うんぬんかんの反地球連邦組織だから向こうは敵だよな。敵だと思ってるわな。ほら言わんこっちゃない。反地球連邦組織エウーゴだとしたら、地球に降り立ったらそれは反感を買うのが普通なはずなのに。エウーゴという組織の目的とかさ、設立にあってのその大義名分みたいなのが知りたいよな。ゲッター、アフロダイン A、 ボスボロット、マジンガーというこの濃いメンツで出陣してきたな。あれは連邦軍の戦艦じゃないのか。ペガサス級の強襲揚陸艦と似ている。戦艦を見た目で判断しない方がいいぞ。連邦かジオンかで物事を分けて考えてるな。両方ガンダムだったらね、大変だよな。それこそ両陣営ガンダムといえばガンダムシードだけどな。その場合どっちがどっちかほんとよくわからんかったよな。止めない、戦ってこい。あんたもう死神という存在だから。厄介な敵になる可能性があるんだよ。そうやって連邦にいる以上、ティターンズから命令されればお前も彼に攻撃するんだろうが。よし、貴重なデスサイズの戦闘シーンをお見せしよう。もう多分これが最後。いや、わからんな。ヒーローとか入った暁にはデスサイズに乗せ替えをして。うかつに俺に近づくやつは死ぬぜ。死ぬぜ。キルモーションが出せ。キルモーションが出せ。マジンガンの硬さよ。カチンカチンじゃん。超合金 Z すげえ硬いっていうことになってます。逆にそんだけしかダメージ与えられないってなると、デスサイズのこうデスサイズの有効性が疑われるな。戦うべき敵、あれは敵。ほほう、ザク、ズサ、マシュマ。ガンダムのキャラの中でもマシュマが実はすごく好き。ただダブルゼーターさんもそんなにちゃんと見てるわけではない。ハマー様、
あなたに対してこのバラに誓って必ずあなたの敵を打ち砕いてみせます。中華さ、ハマーンの命でさ、マシュマとかネオジオンは戦いに赴いてきてるけどもさ、ハマーンともあろうものがこんなドクターヘルとかと組んでいいわけ？ハマーンって悪者ってイメージあんまり持ってないんだけど。ゲットマシーン合体だ。ん？あ、羊ね。こうこうこう、あと1機。だったらこう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 かな。そういう出撃。じゃあ行こうか。これ分離してるけど、この状態で戦えるの？イーグル号は。あ、強い。あ、強い。音もなく合体したな。あ、ゲッタービーム強っ。三味一体攻撃する必要性なしだな。変形、ゲッター2。地中、あ、地中がない。まあ一応移動しとくか。足速いでしょ。多分足が速いでしょう。なんか HP が控えめだね。4000とか。スーパーロボットタイプと言っていいのか、 HP4000 で。とても強そうには、とても強そうには見えない。お遊びかなっていうビジュアルをしてるな。もうあのガッシュが持ってるよね、ロボットみたいな。かわし方よ、甘いな。かわし方よ、凝ってるな。高田がゲッターごときに凝ってるな。高田かって言わんの方がいいんだろうけど。自爆マジンガー使っていきたいな。マジンコど根性しかない、ど根性しかない。ブレストファイヤーなら倒せるでしょうね。ロケットパンチでも倒せるな。ロケットパンチは、あ、消費源なし。使いやすい、非常に使いやすい武器となっております。テレテイン、ブレストファイヤーって射撃技じゃない？射撃じゃないよ、格闘技じゃない？そうでもないか。ロケットパンチ。うん、ほう。悪くないね、モーションが悪くない。この人動きが悪くないな。ちょっと時間かかりすぎだな。もっとシュッと打ってパーンって決まるような、それぐらいのスピード感が欲しかったな。今思った。ちょっともたくさしてるわ、ロケットパンチ一発に。当たるわけないんだよな。カミーユにそんな戦闘銃みたいなやつが、の攻撃が。お前は生きていてはいけないんだ。機械相手に勝ち切れてる。かわいい。可愛いけど、なんかあれだな、奥行き感がないな。薄っぺらい、ジャミナみたいな薄っぺらさが。
ガンガン上げていかないと終わんないぞこれ。このマップまだ動画を撮り始めて10分だけども、10分だけども終わりそうな気がしないな。どうやったってスパラボの実況まったりになっちまうな。この面白さをは、この面白さは義務感とかそういうあれに近いものがあるのかな。義務とは言いたくないけど、なんかこうやりたくてやってないというかやらされてるという。将棋って多分すごい、うわーやりてーって感じでやらないでしょ。将棋を寝ながらやるやつなんていないと思うけど、やろうかなっていう、こう多少こうね、多少構えた後にこうやるみたいなところあるんじゃないの。スパロもそんな感じで、でもやりだすと楽しいみたいな。やってる間、いや、やってない時には楽しいみたいな。かな。やりだすと、あってなるんだけど。倒しちまうんじゃないのこれ。倒しはしないか。さすがに。スレイカーに決めてもらおう。なあ、弱い。まだレコアに一発として攻撃当たってないんじゃないか。こっちだろうね。やるぜやるぜ、いけ。初ミサイル。もうおお、ビグザムが出てきた時どうするかだな。スレッカーに関してはビグザムが出てきた時、必中ボロットパンチ。テレンテンテテテレレレレレレ。すごいもん。すごいもん、もう。どういうあれで今飛んでんだ。避けられてる。パンチしたな、今、パンチ。このザクかっこいいな。死ぬぞ。死んだらボスボロットも使わないけどいいのかな。命中にもう限界が来てんのか。限界反応が修理。戻れ戻れというか引っ込め。なんかちょっと遅いよな、この程度のマップで。ちょっと限界って感じになってるな。マッシュマーガルス J で、この中でマシュマを説得できそうなやつは誰もいないな。ダブルゼータ要因でね。
へえ、へえっていう感じだけど、さすがに、さすがに避けまくるレコはまあさすがにちょっとここはガードしといた方がいいと思った。え、なんでガラス勢があんなに硬いの。これはこれは回避でいいんじゃないか。当たればまず間違いなく死ぬね。 6% だし、まあまあスリルのある数字ではある。いやまあ普通に考えたら当たらない数字だな。スリルはあっても当たらない。スリルはあっても当たらない。めっちゃ狙うやん。めっちゃメタス狙うやん。だったらしまいじゃ、おしまいじゃ。当たらないうちが放ってね。めっちゃ狙うやん、まあ、ハンドグレネードなら沈まんでしょう。多分テレレレレレレテレレ。あ、当たった。まず。しまった。ダメージだ。479だから、まあ、次同じ攻撃食らってもおそらく450ぐらいで、まあ大丈夫かな。そうか、このスパロボのちょっと不思議な感じがするのはここ消えるんだな。一回一回あの戦闘のたびに切り替わるたびに、戦闘シーンのたびにここのところのあの文字がステータスって言ったら HP とかの、普通スパロボって消えないからね。普通のスパロボとはそこにちょっと違和感というか変わった感じがするんだ。ちょっとギャグかなっていう感じの見た目をしている。しかも HP も決して高いわけではない。何なんだろうなこのスパロボは。敵の HP が良心的なんだよな。こんなもんだっけスパロボって。 F とかの印象で持ってんのかな。3800くらいじゃん。普通のモビルスーツと大して変わらんぞ。そこは嘘でも8000くらいにしといた方がいいんじゃないか。これが気になる。2から7、1、2、3、俯瞰して、俯瞰はあるんだけど何マスかわからんな。ちょっと1、2、3、4、5、6、7、ギリギリメタスが当たる位置か。メタスが当たりつつ偵察。いらんこと。そこにガンダムマーク2があるイメージは全くなかったな。1から5か。1、2。じゃあいる敵といったらこれぐらいか。9。心当たりで。
何体か。倒させておきたい。それ多分ガラス J は無理だから、ズサかな、この辺り。この辺りを、そうだな、そうだな、ここら辺にこうして、こうして、こうして、こうだ、これだ、これがベストの手かな。んで、うまくいきゃ、あ、ダメだ、HP 多い。長えロケットパンチが。この後もうすでに当たったらいいよ。これいらない。これいいなって思ったけど、これいらない。やってくれたな。作戦か。こいつでどうだ。ズサってすごいけどな。ズサってすごいけどな、ミサイルいっぱい積んでて。これもしもズサが撃墜された時って大爆発だよな。気軽に運用できんよな。ちょっとマシュマロのガルシーが怖い。これか。まあ大丈夫でしょう。多分倒しきらんと思う。なんだってビームがちょっと地球で相性悪いのと、それから着色自体がちょっと地球にあんまり適性がなさすぎる。ちょっとこれは考えた方がいいな。当たるし。さすがに1152メタス一発。ちょっとちょっかい出しとくかな。線も食らうかどうかな。うかつな。なんでこんな効かないの。やっぱ宇宙地球 B だからだ、このビームが。そう考えたら地球で全然モビルスーツどもが使い物にならんな。ビームが主体だと。甘い。面白いっちゃ面白い。面白いっちゃ面白い。これでどうだ。これでどうだろうな。散々攻撃したけど、まだ800も残っとんか。何としてでも落とせ。ほんまよ。どうだ。どいつもこいつも。あ、地中いけるわ。陸 B。
根性必中、ひらめき集中、気合、じゃあ気合、じゃあ気合、ゲッタービーム 20% ってことはないだろう。ギリ倒せんじゃねえかって気がする。行くぞ行くぞ。ゲッタービーム。あれ、ゲッタービームってそっから撃つんだ。これ敵指から発射するのかな。少しはできるようだな。もっと効くと思ったな。気合重視で、気合重視した上での攻撃力2900の攻撃だぞ。効かない効かない効かなくない。まだこんなものでは。5500。さあどうする。フォトンライフルを使ってみるか。 84%、 まあ敵の大将から落とすのがこの手の作戦の、この手の、この手の戦の上等手段というか、大将であるマーシュマンを落とせば。なんか聞いたな、今度は。もらった。おお、そこにも武器が。当たるもんな。マシュマーの攻撃は当たるもんな。怖っ。もう信頼使えるやついないね。いないね。まあ倒せるな。 91% ってのが気になるけど、拡散バズーカ使ってみるか、せっかくだし。これで50とかしか食らわなかったら泣くで。泣くっていうかもうやめる。今日はもうここまでって言ってやめにするわ。お前は生きていけないんだ。おお、ちょっと食らう。ブースター。あれ、これ落とそうとしてなかったっけ。なんか頑張って。ああそうか、アーガマで落とそうとしてるのか。アーガマで落とそうとしてたんだけど落ちなかったと。もうやるわ、倒すわ。そうだな、いろんな角度から攻撃のシーンを撮ることができるよね。 3D だったらあの角度この角度いろいろ選んで、右斜め後ろからとか左斜め後ろからとかの攻撃シーンをいちいち挟み込むことができるような 3D だから、それを、その努力を怠ってるんじゃないか、その努力を怠ってるのではないか。こ
このスパロボは。ボロットパンチ。うりゃー、どうなっとんじゃそのジャンプ力は。そして当たらん。どうなっとんじゃ。ボロット、ボスボロット、ビビン。まあこっちはわかるよ、後ろにあのねスラスターが。まあいい、まあいいでしょう。ダイヤなエースは、あ、フルダイヤだった。名前さ、間違えてんな。ミサイルで戦った方がいいのかな。射撃の方がいいし。じゃあミサイルで、この辺りかな。もっさりしとるな、やっぱり。こう思うだけど今。おっ、強っ。もっさりしとるな、やっぱこのスパロは特に。戦闘シーンがもっさりしとる。これ飛ばさにやろう、飛ばさずやろうっつうのは多少正気の沙汰ではないな。多少正気の沙汰ではない。横で絵でも描きながら。横で絵でも描きながらなんかまったりこうやるのがいいのかもしれないな。ガンダムのイラストとか描いたことないけども、まったりしてる。まあ、時間も時間があるな。深夜もう今1時43分とかに差し掛かってるから、時間も差し、時間も時間だからという部分もある。まったり、まったり動画を撮っております。まあそういうのはあってもいいのかもしれんね。忙しい、せわしないみたいな、そんな動画ね。特になんか最近の YouTuber みたいな動画とかさ、カットバリバリバリって言ってパキパキパキっとこうカットで、ね、文字ビシビシってやってさ、BGM なんかも凝っちゃったりしてさ、まあ声張り上げてやるわけじゃん。面白いとこだけをカットカットしてね。それに、そればっかりがまあやっぱ、じゃないというかさ、せっかくど素人でも上げられる素人臭い部分っていうのはやっぱそのもったりした部分もあるわけで、そのもったりした部分を大切にしていければいいんじゃないかなってことを思うわけですね。これ持つか、メインメガ粒子砲。回避した方がいい気もするんだが、ここでゲッターを失う可能性あるで。外れてほしい、できれば外れてほしい。ナイス。でも思惑と外れてるな。アーガマ狙ってほしいんだよな、アーガマ。射程長くない？ザクの射程が長いのか、キュッキバイマグ2の射程が短いのか。これノートパソコンでこれができるんであれば、あれですね、寝ながらやりたいな。寝ながらスパロボやりたいな。パソコンのデスクに座ってやってるけど、本音を言えば。なんでこのヒュッケバイナリー起きられるようになったんだろう。敵の攻撃は当たらない。レベルか。このザクってほぼほぼなんかギラ動画みたいな肩してるね。ギラ動画の方ってどんなだったか忘れたけど、僕だってやるときはやるんだ。
役者の時代にはザクってもういないのかな。なんたら動画系ってギラ動画とかヤクト動画だけど、あれってねえ、あれってあれって役者にしか出てきてないもんね。でも見た目は完全にザクだし、開発してる人たちは違うのかな。 12% 当たれば死ぬな。当たれば死ぬけど防御反撃なら、んでも当たんないっしょ。 12% あとなんかなかったっけ、グラビティウォールだかなんだか言うのが。それでなんとか弾いてくれ。よかった、外れてくれた。あ、だったら死んでたのかな、もしかして本当に。ここで逃げるわけにはいかないから。なんぼ？こう、クリティカル2300。なんかすごい狙ってくるね。なんかすっごい狙ってくるね。これで切りつけてくるんかね。あ、投げるか、やっぱ海なのか。よかった。外れてくれた。やられて黙っているわけには、黙ってやられているわけにはっていうのを言い換えたんだな今。これ何なんだろうな。キルアのヨーヨーかな。え、強っ。わけのわからん、わけのわからん幸運を発揮していってるな。決して俺がゆっくりやってるとは思わないんだけど、もう時間が40分になったとして、一回動画撮り始めたら1時間か、きついな。きついな、時間が、一回にかける時間が。乳乳3本分がこのスパロボに濃縮されているということだ。乳乳なら3本分、シェンムーでも3本分。これを60話とかやろうものなら実質180話分ぐらいのしゃべるをしてるわけになるわけだ。サブログ18だからな。でもそんなにみんなの話はできてないし、歯がいいな。非常に歯がいい思いをすることになる。マップ法は使い物にはなるまい。メインメガ粒子砲もあんまり当てにならない。まあ撃ってみるか、まあ撃ってみるバスか。正面から打ち合い。これはあの、ここについてるこれは何なの、これは。これは使わないの。効かないなぁ。やっぱ地球ではメインメガ粒子砲であってもあんまり効かないんだな。向こうのもあまり効かない。チーター当ててくれ。
そのジャンプはどうなしてるし、うん、そして今気づいたけど、やっぱ攻撃のバリエーション結構あるな。攻撃のそのカメラの位置が結構あるな。ポロットパンチに一つにしても、どうしよう、倒した方がいいんかな。加速はないの？ないね。加速なきゃ倒ないし。倒せそうな気がする。で口数少ないになっちゃってるな。バットペチャクチャ話せないと、ペチャクチャ話せないとって思うんだけど、話す内容がなんかどんどんなくなっていくな。見てるわけじゃないんだけど、画面を見るともなく見てるな。ほつよ、動きがあんまないからさ、こっちも操作あんましなくていいからさ、なんならスマホでもいじりながらやりたくなっちゃうな。時代が時代だな。昔はスマホなんて携帯なんて別に触りながらゲームをするなんてことは考えられなかったのに。ひらめきと筆中、ひらめきと筆中覚えてもどうだろうな。ちょっと今の精神コマンド微妙だぞ。ひらめき筆中ありゃスーパーロボットみたいな戦えるけど、みたいな戦い方ができるけど、欲しいのは熱血、欲しいのはいつも熱血。倒せるな。倒そうか。努力で。100%、OK。長いよな、やっぱ戦闘に入るまでが。ドン。まあ、お強い。地上適性のない 100C だと思っていたけれども、まあ食らうダメージは食らうんだろうけど、当たるバズーカの威力がまあまああるから、案外使っていけるかもしれんな。いい材料。ケットパンチ当たる？当たるわ。撃ってみるか。ててんてんてんてて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 。そこにそびえる空間の城。ロケットパンチ。マジンガー Z。無敵の力は僕らのために。正義のチコロを。効かねえ。なんで？エンドラだっけこの戦艦。避けれるのもすごいね。なんで、走行2000はやりすぎでしょう。アンさん、走行2000はやりすぎでしょう。
落とせる気がしないな。走行2000は差し物。ゲッターは回復できるかな。ゲッターは周囲で、ただしちょっと引くか、ちょっと引いて向こうに行かせよう。変形ゲッター2でこっちの方に、ドリルパンチ。ここにいる？ここにいるわ。まあ当たるっしょ。当たるっしょ。使い勝手がいいな、ゲッター2は。ゲッター1の方がいまいち。いまいち。当たるし。移動後の方がゲッタートマホークとかになるけど、ドリルパンチが打てるなら。強い。もしかしてあれか、ハヤトで攻撃して倒すとハヤトの激強いスコアになるのか。それは良くない気がするな。1000ぐらい食らうと嬉しい。ほう、こうでしょう。まあこうでしょうね。こうでしょうかね。あっちの戦艦を先に、ゴッドンが乗ってるあれを先に撃った方がいいかなと思ったけど、とも思ったけど、強い強い。まあ、神への撃墜スコアを上げることの方が大事かな、ここでは。集中して懐に潜り込み。当たらないでしょうな。戦艦2機は落ちるんだろうが、ちゃんと熱血とか誰も持ってないもんだから、やったら倒すのに時間が。あーでもいけそうだな。1200を10発ぐらい当てれば10発も当てにゃいけん。地獄に落ちるがいい。
これディオがいたら少し楽になるんかな。ディオがいたら。これは上げられないな、動画として上げられないな。カットするところも特に見当たらないけれども、危なげなさすぎる。危なげないし、見える。いや今、まあ、レーパーだから当たらんわな。危なげないし、しかしかといってダメなんだ。喋りも喋れてない。投げないだけというスリリングさがない。急にコーヒー通った。逃げたりしねえよな。逃げられたらもう目も当てられんが。熱血がないもんね、誰も。だから何パーセント以下で撤退とか言うときに、フフフフって書いてあるよ。うわ、眠たいときにおすすめの動画となっております。こちら安眠作用があるかもしれない、もしかしたらな。眠たいなーって時にこの動画を流すとよく眠れるみたいな。今必死に眠気と戦ってるもん。実況プレイ動画にあるまじき眠気と戦いながら戦うやるゲームというか実況というか。やってくれたな。あとこれを3発。こいつでいい。まあ言ってみれば、スパロボ実況自体がかなりかの無茶だよな、本当のところ。面白そうな感じがするんだけど、一見始める前は、あ、スパロボやりてえ、やみてえって思うんだけどさ、いざ始めると長えしさ、苦痛なんだよ。苦痛とまでは言わないけど、使命感に駆られてやるほどのもんじゃねえっつうかな。見せていって面白くなるほどのものではないというかね。見せプレイができるわけではない。ああ、縛りまくったって別にそれで面白いかっつってまた微妙なとこじゃない。ひたすらなんかのあのアポリとかさ、ロベルトを使いまくったってさ、使いまくったってさ、じゃあそんな動画見たいかってなるわけだよ。あ、特に有名でもないキャラがさ、縦横無尽に戦ってるシーンを見たいかっていう人が微妙というかね。そう、ブレストファイヤーのブレストって胸らしいですよ。胸、おっぱいの胸らしいですよ。その胸部って言いたかったら別のチェストとかあるわけで、ブレストって言った時はもう完全におっぱいっていうことでいいんじゃないかなっていう気がするけど、そうなんでしょう。実際まだ英語で見るとね、ブレストファイヤーはおかしい。そんなことを解剖学の教科書を見ながら思った。修理とここいつ、倒そう。これ当たんの？外れてる。クレイバズーカが当たんの？当たりはしない。うん、って言った方がいいんかな。それが微妙だね。宇宙 A だし、こっちを使おうかな。
いい位置取りをしよう。いい位置取り、いい位置取り。うん、16レベルだもんな。これで2000ぐらい食らわしてくれたら百式とどめを刺すのにだいぶ希望が見えてくるが、1時間超えるわ。絶対1時間超えるわこれ。これで様子見、倒しきれんかったら百式、エマの百式で努力で倒す。神湯を、神湯を、まあいい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 、思惑とは違うが、まあいい。ここでクリティカル3000発生回、まあ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 いい、まあいい、まあいい、まあいいしか言いようがないけど、これも落とすの、ちょっとしんどいな、ちょっとしんどいな。2900なんだかな、ちょっと待ってよ。あ、リクビーなんだ。ゲッタービームって。あー、知らんかった。じゃあ、これはおあつらえ向きのダメージを。おあつらえ向きのダメージを。与えることができるってことだ。おあつらえ向きのダメージ。日本語おかしいな。宇宙の、空中、空の敵を倒すのにおあつらえ向きの武器がゲッタービームなんだな。そう言いたい。強そう。おお、もう使えないけどな。うん、避け方がいい。うん、もうこれからゲッターとか主力として戦っていくんだろうな。シナリオはわかる。一発ゲッタービームを当てることはできる。それどう考えるかな。許さん、許さんの貴様。ゲッターにとどめを刺す方が、刺させる方がいいのか。
まあやめとくか。ここまで。これじゃよくない。そうなるか。まあ、ゲッターに倒さすのやめとこうか。で、スレッカーに倒させてもいいけど、まあ、次のターンでゲッターにゲッタービームを打たせて倒れるかどうかは見る。まあ攻撃しとけばよかったかな。前のターンスレッカーで攻撃しとけばよかったかもしれない。そうすれば3000、4000ぐらいになってしまう。3000ぐらいにはまだいけた。うお強い。シアンがはかどるな。さて補給します。加速いいですね。これで倒しきれんかったら、まあこれ倒しきれんかったら客式で倒すということにするか。うん、そういう流れでいきます。1時間超えた。1時間も超えてくるとですね、お分かりいただけるだろうか。このところもうちょっと見えないか。このところでさ42ギガとかになるんですね。動画の大きさが。即座にエンコードかけないと。強い。即座にエンコードかけないと、でかくてでかくてパソコンの容量圧迫しちゃうっていう。外付きハードディスク欲しいな。欲しいものがいっぱいあるな。その欲しいもの一つである AUV のロゴ消そうやってしまったからな。これに金を使うのは果たして正しいことなのかどうかと。やっと終わりました。敵かどうかなんてまだ分からない。リターンズがアーガの襲撃命令が、フォーラ反地球連邦組織か。君は英語のクワトロバジーナタイプです。何をするつもりなのかね。新たな脅威に対する体制を整えるといえばお分かりいただけるでしょうか。こんな古臭そうなおっさんに信頼を置いて大丈夫か。認識している。現に彼らは我々の偽の情報を直し、君たちを戦わせよう、スリを仕向けた。黙認していただきたい。我々は独自にティターン、そしてネオジオンを追います。迷惑かけないつもり。長官。長官って、どのくらいの地位の人だろう。長官って何なの、長官って。ガンダムがあるって聞いたのに、連邦の白いやつじゃないだわさ。ガンダムマーク2だ。後継機。なんだか女の子みたいな。それ以上言わない方がいいわよ。髪に殴られるから。でもいい名前じゃないか。そうかい？本名がない。ボスに本名がないってのは初めて知ったな。スパロボを 何度もやってるはずなのに。そんなエピソード初めて聞いた。味方なのか。機械獣みたいなのがあるな。言うにこと書いて機械獣と。例えだよ、例え。言い過ぎだ。それにカマは普段は見えないはずだ。ここまでにしますか。いや楽しいんだけど、やってて楽しいんだけど、見せられているかどうかは違う。わからんよな。大道芸とかでさ、やってる側はすごい面白い
パフォーマンスをしてるのかもしれないけど、見てる側は退屈みたいな、そういうことはあるよな、きっとな。ということで、はい、終わります。みんな、暖かくして寝てください。よく寝てください。多分、睡眠時によく使える動画だと思うんで、よく寝てください。ほな。